どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アンチノミーです。本日は僕自身による僕自身のデッキ解説をしていこうと思います。いくぞ、ユース。レジェンドアストロジーアクセラレーションがイベントがね、本日より実装されて開催されていると、思うんですが、リュウ実況チャンネル、いや、アンチノミーが、一番おすすめとなっているこのテックジーナスというデッキですね。はい。こちらのデッキがですね、まあ、なんでおすすめかと言いますとですね、なんかね、インチキアルティメット最強カードがなんか禁止になっていなくて、これ何かっていうと、あの赤きリュウっていうカードなんですけども、なぜかこれリミット1に指定されてるんですけども、まあ、1枚使えれば別に関係ねえだろうとなんで制限カードなんだろうなっていう話なんだけど、でこれと、まあ、これよね、マリオレッドデーモンカラミティね、これが使えるということで、テックチーナスデッキって結構簡単にその、12シンクロがポンポンあの立ってるあのギミックがあって、でそれが一応その、レベル2のシンクロができると、ここに繋がるんですよ。だから、まあ、正直イベントって、まあ、高校取ってなんか高校で相手の方がなんかそのやばそうな展開してたらなんかサレンダーして次行きゃいいみたいな話あるじゃないですか。だから周回効率的にはやっぱ先行取るのが一番いいんですけど、先行取ってなんかその負けたらあんま意味ないから、やっぱ負けないようにしなければならないと、先行で。で先行で負けない盤面を作るためにはやっぱりね、あの相手に何もさせないのが一番いいかなということで、まあ、なんか使えるんですよこれ。多分赤き竜売りたいでしょうね、コナミ君が。はい、ということで、まあ、このギミックを、まあ、採用したテックチナスデッキですね。で、テックチナスデッキは結構そのレベル2のシンクロからさっき言ったように動いていくというところで、レベル2のシンクロ召喚ができるようなギミックをいっぱい入れております。で採用できる、手札印刷なんですが、もうほぼ、汎用の手札印刷禁止やっていまして、使えるのがもっと無限法要とエフェクトベーラーぐらいなんですね。で、このデッキの強いところはまずね、その儀式の準備で、レベル1のモンスターを供給することもできるし、サウラビスを持ってくるっていうこともできて、そのエフェクトベーラーとか無限法要みたいな、まあ環境で流行るであろう手札誘発をケアすることができるっていう点ですね、まず。はい。それと、レベル1がいっぱい採用されていまして、で、レベル1がいるってことはワンチャンが採用できて、ワンチャンでエフェクトベーラーとか持ってこれるってことなんですね。はい。だからまあ、その自分のギミックを回すことにプラスして、相手の妨害もまあなんかサーチできたり、妨害を妨害する手段もなんかサーチできたりできるというところが、このデッキが強いんじゃないかと思っている、点です。一応調整会やってる感じだと結構強かったんですが、まあしかも診断のカードも使ってますしね、よかったら参考にしてください。で、マイティストライカーっていうモンスターをね、シンクロ召喚していくために、いろいろ、動かしていく。感じなんですけども、まあ、例えば組み合わせ書道でね、マジシャンズソウルズとなんか、まあ、タンクラーバーとか、まあ、ギアゾンビでもいいけど、まあ、この辺とか、あと、まあ、ロケットサラマンダープラス、ブースラプトルみたいな、まあ、要はレベル2がシンクロ召喚できるハンドであれば、動けます。はい。で、まあ、基本的にその先行取った時に相手の妨害があんま飛んでこないんですよね。なんで、まあ、その綺麗に回せるから、あのリミット的に。なので、まあ、あの決まりやすいんじゃないかなというところですね。で、まあ、わなびとかが相手っぽいなっていうときは、レッドデーモンカラミティじゃなくて、コズミックブレイザーとか出せばいいので、まあ、この辺はその出すモンスターを変えることによって、まあ、勝率が安定するんじゃないかなと思ってますね。はい。で、一応なんかその、わけわからん、あのわなびにはツインツイスターとか、まあ、ぶち込んだら、なんかその高校からでもいけるだろうし、まあね、月の書とかがあって、普通に妨害もね、あのいっぱい用意してまして、これね、このデッキね、先行でね、ライブラリアンで3ドローできるんですよ。普通の基本展開すると。だハイパーライブラリアンでの3ドローでこの辺のカード引くパターンも結構多いんで、まあ、それも強い点かなと思いますね。なんか汎用カード引きやすいっていう。はい。早速ね、ちょっとあの対戦動画ご覧いただければと思いますので、まあ基本的には好きなデッキ使えばいいと思いますけど、なんかデッキ迷ってる方はぜひ参考してください。はい、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。まずは、基本展開をお見舞いしていくぞ。いくぞ、ユース。僕は、手札より、イルジョーブカオスの効果発動。イルージョンオブカオスの方によりテックチーナスソウルズの手札に加え、テックチーナスオブカオスをデッキに戻し、そしてテックチーナスブレイクリミッターの効果、テックチーナスブレイクリミッターの効果によりデッキよりテックチーナスモンスターに対応、手札に加えることができる。さらにテックチーナスロケットサラマンダーを召喚し、テックチーナスブーストラフトの特殊召喚、テックチーナスロケットサラマンダーの効果発動、フィールドのテックチーナスモンスター一体をリリースし、デッキよりテックチーナスタンクラーバーを特殊召喚、そしてレベル1のブーストラフトにテクチナスタンクアーマーをチューニング、リミッター解放、レベル2テクチナスマイティストライカー特殊召喚に成功した場合、
タンクラバーとマイティストライカーの効果発動。タンクラバーの効果によるトークンが生まれ、そしてマイティストライカーの効果によりタクチューナスオールクリアーを手札に加えていく。タクチューナスオールクリアーの効果発動。フィールドのタクチューナスマイティストライカーを破壊し、デッキからタクチューナススクリューサーペントを手札に加える。さらにマイティストライカーの効果によりタクチューナスクローズを墓地へ送る。さらにタクチューナススクリューサーペントを召喚、効果発動。自分の墓地のタクチューナスロケットサラマンダーを特殊召喚。行くぞ優勢、これが僕が見つけた新たな境地、ヤケクソ特殊召喚。テクチナスオーバードラグナーの効果により自分の墓地のテクチナスモンスターを好きなだけヤケクソ的に特殊召喚するぜ。行くぞ優勢あまりにもヤケクソすぎるぞ、ヤケクソすぎるぞ優勢。リミッター解放レベル5、レンジ修正オールクリア、ゴーシンクロ召喚、カモンテクチナスハイパーライドアリアン、そしてロケットサラマンダの効果によりスクリューサーペントを特殊召喚し、スクリューサーペントをロケットサラマンダにチューニング。ゴーシンクロ召喚、カモンテクチューナススターガーディアン、スターガーディアンのシンクロ召喚に成功した場合、自分の墓地からテクチューナスクリューサーペントを手札に加えることができる。ちなみにテクチューナスハイパーライブラリアンのドローによって月の章2枚を引いてきたぜ、あまりにも強い。そしてテクチューナススクリューサーペントを手札から特殊召喚し、リミッター解放レベル5、ゴーシンクロ召喚、カモンテクチューナスオーバードラグナー。リミッター解放レベルマックス、レギュレーターオープン、ナビゲーションオールクリア。次元を打ち破る無限の力、光を超え未来を切り開く、ゴーデルタアクセル、カモンテクチューナスグレイブブラスト。ハイパーライブラリアンでドローしたカードが強すぎる問題について、僕のドロー強すぎないか優先、なんでこんな強いんだ。リミッター解放レベル10、メインバスブースターコントロールオールクリア。無限の力今ここに解き放ち、次元の体に突き進め、ゴーアクセルシンクロ、カモンタクシーラスブレードカンナー。これが理想盤面、カードを3枚セットターンシーロー強すぎると優先、伏せカードが強すぎると優先。さあ君のターンだ優先、君のターンのドローフェイス。僕はテクシーナスブレードガンナーの効果、自分の墓地からテクシーナスマイティストライカーをゲームから除外し、テクシーナスブレードガンナーをゲームから除外、さらにテクシーナスグレイブブラスターの効果、テクシーナスマイティストライカーを除外ゾーンから特殊召喚し、スタンバイフェイス。テクシーナスブレードガンナーはフィールドに舞い戻る。さあかかってこいよ優勢、これがテクシーナス流相手ターン10人シンクロの構え。ギャラクシーストルジャーいいだろう優勢、優勢優勢効果いいだろう。僕は無限包容を相手のギャラクシーストルジャーを対象に取り、さらにその効果に転し、テクシーナスマイティストライカーの効果、レベル中のブレードガンナーにレベル2のマイティストライカーをチューニング。シンクロ召喚現れろアーカーキー流。さらにテクシーナスマイティストライカーの効果、テクシーナスマイティストライカーはテクシーナスカードを1枚墓地へ送ることができる。さらにこの勝利後テクシーナス赤き竜の効果によりレベル12のシンクロモンスターを特殊召喚。誰やねんお前、お前誰やねんテクシーナスお前誰やねんを特殊召喚し、このターン相手はフィールドで発動する効果を発動することはできない。さらにフォトンバニッシャーを月の書で裏返し、なんか手数多いな優勢、君なかなか手数多いじゃないか、なかなかやるぞ。テクシーナスグレイブブラスターの効果、相手のエクストラデッキが出てきたモンスターをゲームから除外。残念だったな優勢、これが新たなるテクシーナスの力。僕のターン、はい、ちょっとそろそろアンチのみんのモノマネが疲れたから普通に喋っていいか優勢。忍者マスター半蔵、まあ、これ忍者もねめちゃくちゃ強いと思います。先行取れたら高校ちょっとなんか若干弱そうな気するんだけど、まあ、罠デッキなんでね、基本的に忍者って展開する方法が罠に頼ってるから、まあ、そこが若干弱いところかなと思うんだけど、その要は高校でなんかめちゃくちゃ展開することはできないというか、まあ、このなんかまあめっちゃ頑張れても3体ぐらい出てくる感じで、まあ、ここからその展開伸びないんですよね。
モンスター自体が、まあ、トラップカードで変身してくる、こちらさんに、ね、トラップカードで変身してくるデッキなので、まあ、しょうがないんですけども、はい、まあ、さすがにね、ちなみにこの半蔵と上限揃ってる時めちゃくちゃ強くて、なんか半蔵で1枚サーチして、で上限とあの半蔵でリンクして、あの再蔵ってやつになって、で再蔵でまた1枚サーチできるんで、まあ、忍法カード2枚くらいサーチされるんですよね。でこれが一番強いんですね。あ、でメイゼンが出てきました。かっこいいよね、メイゼン。しかもこれストラクチャーで組めるから、なんか割とあの組みやすいんじゃないかなっていう気はする。忍者とか、うん、テックジュランス結構高いからね、はい、さあこのね盤面をねまくっていく方法、これをお見せしましょう。で儀式の準備によって、まず儀式モンスターを、手札に加えていく。でまずここでねブラックマジシャンみたいな動きするんだよね。一旦サイバーライス持ってきて対象体制を付与します。自分のフィールドモンスターになんか対象取られたら、まあ、月の書とか結構入ってるんだけど忍者って、月の書とかあの辺を一応撃たれたら、まあ、あの無効化できますよみたいな感じですね。サウラビスがあれば、サウラビス結構、あとエフェクトメーラーとか無限保養みたいなカードもあの無効にできるんで、まあ、この環境においてはめちゃくちゃ強いと思います。まあ、儀式の準備が入れられるデッキは自然と入るかなって気はしますね、はい。で、イリュージョンオブカオスを、手札に加えていく。これはレベル1を供給する手段です、ただの、はい。で、イリュージョンオブカオスは要は、イリュージョンオブカオスはマジシャンオブソウルズっていうレベル1のモンスターを持ってくることができて、でそいつは普通に特殊召喚できるレベル1なんですよ、基本的に。だからまあそのレベル1となんか中内レベル1とかでまあシンクロ召喚していくようなイメージですね。で、その帳があの融合効果あのフリーチェーンで打てるんですけど、こいつがあの妨害になっちゃうんですよね。あの相手のターンでこっちのカード除外してくるあの融合モンスターが出てきちゃうので、まあ、それ鬱陶しいので一回帳の効果を、使わせないために一応月の章を打ちましたと。でそうすると相手が帳の効果使ってくれたんで一応融合が成立して、まあなんか適当なやつ出てくるとかいう感じですね。まあメイゼンメイゼンとかなんかな、わかんないけど、はい。で、これで一応もう前の妨害はないです、もうこれで、はい。あー、なるほど。ヤグラマルね、ヤグラマルの効果が発動はされない、こっちのカードがないからね。これあの相手のターンに出してなんかこっちのカード除外してくるようなカードなんだけど、今は関係ないね。でイリュージョンオブカオスの効果、マジシャンズソウルズを手札に加えていく。これは普通単純にレベル1としてあの出せるから採用しています。めちゃくちゃ強いので召喚系使われてレベル1出せるから。でマジシャンズソウルズの効果、魔法使い族墓地送ってこのカード自身を特殊召喚していく。でツインツイスター結構強くて、相手の忍者デッキ相手には、なのでソウルズで一応ツインツイスター引きに行くっていう動きもできるんですよ、これ実は。なんですけど今回はツインツイスター引いてるんで大丈夫かなと思って、で一応ここで落葉前打たれて、これ変身されてジオっていうモンスター出てきて、こっちのモンスター裏側にしてくるんですよね。あの月の章みたいなこと言ってくるんで、まあ、それをさせないためにツインツイスターを打ちました。でツインツイスターで落葉前を破壊すれば変身はされないんで、でねこれね分身の術がどっちかにあるんですよね。でこれどっちだろうなってなって分身は分身でバカめんどくさいから、分身をなんとかして、処理たいんですよ僕は。これねクソめんどくさかったんだけど、どっち打ったんだっけな、ちょっとわかんない。なんかね確かね、なんかそのセットした方はわかんなかったんだよね、どっちが分身か。で外れでしたと。落葉前、落葉前、つまりあの、最後の1枚が分身の術ですね。分身の術、分身の術は、忍者がなんか分裂して変身するみたいな方があるんだけど、でこれで忍法分身の術を打ってきて、忍者モンスターをリリースすると、デッキからそのリリースしたモンスターのレベル以下になるように忍者が出てくると、好きなだけで3つとなんか裏趣味のモンスターが出てきて、でカゲロウ丸ですね。でここで、モンスター効果使っちゃうと蜜の、効果で無効にされちゃうんですよ。蜜が裏側主表示のモンスターがいるとそいつを表にしながらなんかこっちの効果無効にしてるみたいな効果があるんですけど、これねなんとねチェーン1チェーン2で組むとマイティストライカーの効果絶対通ることが判明しましてこれ強いですね。でマイティストライカーと、タンクラバーの効果、タンクラバーでトークンが生まれるっていう効果、それからマイティストライカーで TG カードをサーチするっていう効果ですね。でこれでトークン生んでマイティストライカーの効果で、
オールクリアを手札に加えていく。そうすると一応ですね、この相手の妨害が、もう3つだけなんですけど、3つは殴れば妨害にはならないので、まあ、これバトルフェーズでいきますと。でまずここ3つ踏みます。はい。で、メンツ入ってから展開と。これでね、相手の妨害踏みました全部で、テックジナスオールクリア効果、マイティストライカーを爆破しながら、デッキからテックジナス持ってくると、はい、いう効果ですね。でこれで、まだサラマンダーに触ってなかったんですよね確かこれ。なんでサラマンダー持ってきて、でマイティストライカー効果発動して、デッキから TG 送るんで、これで TG クローズを墓地送っていく。まあ、ここからはですね、多分1戦目と同じ展開なんですけど、テックジーナスオールクリアの効果でロケットサラマンダー召喚して、ロケットサラマンダーの効果を、起動して、自分をリリースするとデッキからテックジーナスモンスターも、特殊ができますよみたいな効果あるんで、ロケットサラマンダーリリースする。で、サーペント出すと。でサーペント特殊化成功時効果、自分の墓地からテックジーナスを蘇生。はい。で、オーバードラゴンですね、このぶち壊れやけくそアルティメットソウルチャージモンスター、自分の力テックジーナスモンスターを好きなだけ特殊化できるんだけど、この効果の発動後、テックジーナスしか出せなくなるという効果がありますね。で、4体のモンスターを爆誕させまして、はい、 OK。 でライブラリアン出して、こっからドローをしに行きます。これね、展開途中でね、展開の最初の方でライブラリアンが出るので、これだけね、めちゃくちゃドローできるんですよ。でドローで結構汎用カードいっぱい入れてるので、それが引けるっていうのも結構強みですね、このデッキの。で、ロケットサラマンダー効果、機械磁石の TG がいると、自分の墓地からテクシナスを蘇生できる。で、スターガーディアン出していって、スターガーディアンの効果で、さらにテックジーナスを回収。OK。で、これで、サラマンダーだね。あ、サラマンダーだね。サーペントだね。サーペント回収。でさらに、ガーディアンの効果とライブラリアンで1枚ドローが入る。で、ワンチャンの効果発動して、レベル1モンスターがいる状態で引けると、こういうことが起きて、でこれでね、エフェクトベア持ってこれるんですよ。これめっちゃ強いでしょ。これいいんですよね。これがいい、ね、やっぱワンチャン採用のいいところだね。で、スクールサーペント特殊召喚して、で、もう一回オーバードラグナー、これ出てくるだけなんだけど、これ出てきて、はい。で、ライブラリアンの効果でワンドロー、はい、最強ね。圧縮してるから意外と結構展開途中で使うカード、でも意外と強いカード引ける。でグレイブブラスター特殊版、はい。でライブラリアンの効果で、1枚ドローワンチャン、まあ、ちょっと遅かったね。ワンチャンは単一制限ないから、まあ、引いたら引いただけ使えるんだけど。でこれで相手のカード除外していく、まあ、テックジナス縛り入ってなければ除外したモンスターを特殊化するっていう動きもできます一応。で、グレイブブラスターの、効果起動して、スターガーディアンをゲームから除外することによって、テックジナスクローズを再セットしながらスターガーディアンが戻ってくると。これね、なんかめちゃくちゃ綺麗にまくれてるでしょこれやりながら神ゲーって思ってた、うん。でスターガーディアンを特殊感 OK で、レベル5のハイパーライブラリアンにレベル5のスターガーディアンをチューニングして、テックジナスブラッドガンナーお得召喚 OK で、まあ一応これで、まあ妨害は全部作り切ったので、これでエンドフェイズという感じですね。で、まあ、ワンチャンでエフェクトベアラー持ってきたけど使ってないからダメージが入る。でここでドローフェイズ、ブレードガンナーの効果発動、自分の墓地からテックチューナスマイティストライカーをゲームから除外すると、自分をスタンバイフェーズまで除外できるよという効果で、モンスターが除外されたので、テックジナスグレイブブラスターの効果が発動して、マイティストライカーを特殊召喚で、スタンバイフェーズ、次のスタンバイフェーズにブレードガンナー戻ってくるんで、ここで、まあ、さっき除外したこのマイティストライカーとブレードガンナーが揃うと。はい。でこれで赤木龍です。ちょっとね、マイティストライカーがメインフェーズにしか使えない効果なので、まあ、そこだけですね、問題点としては。はい、そこだけが問題点ではございます。さあ、反転召喚でカゲロウの効果が発動されました。でカゲロウはなんかその増やす忍者増やすよみたいな効果なんですけど、これエフェクトベーラー打ちます。はい。でこれ無効になりました。でマイティストライカーの効果、これねカラミティしない場合はチェーン2個で打っちゃっていいです。カラミティはねチェーン1で打てないとタイミング逃すんですけども、カラミティをしない場合は
あ、じゃあ、こっちは、ここは赤木龍か。赤木龍の効果も一応フリーチェーンで打てるんですけども、この赤木龍の効果も、チェーン1で打つと、カラミティの効果タイミング逃さない。チェーン2で、打って OK だったら、例えば今回の場合ね、このマイティストライカーの効果と赤木龍の効果チェーンできるんだけど、こうやってやって打つと、カラミティはチェーン2で出すとタイミング逃すんだけど、チェーン1の、効果だったらタイミング逃さないという話になってますけど、まあ、今回はね、ちょっと相手手札1枚しかないんで、ブレイザー特殊召喚したら、もうこれ罪ですね。はい、これ罪の満面。相手の手札1枚を無効にできるから、ブレイザーが。で、さらにテックジェナスクローズもあるし、月の書もあると。終わりです。はい。これはね、綺麗にまくったね。何が強かったかっていうと、結構ツインツイスターが強かった。はい。まあ、バック除去ね、結構強いこと多いんで、まあ、ツインツイスター3枚出てるんですけど、僕は。まあ、この辺はね、ちょっと環境に合わせて、最後で変えていただければいいのかなと思います。バトルフェイス入りましょう。まあ、コスミックブレイザーでぶん殴って、で、グレイブラスターぶん殴って勝利と。これ、綺麗だったでしょ。さすがに。さあ、最後はですね、まあ、なんていうんかな、コナミの怠惰と言いますか、なぜか使えてしまうカードの話。まあ、カラミティもそうなんですけども、なんかね、結構そのこういうレジェンドアンソロジー系のイベントやるときってやっぱそのなんか趣旨にそぐわないデッキっていうのも生まれるんですよね。なんていうの、今回の場合はレジェンドデュエリスト系のデッキをいっぱい使って、なんかそのキャラクターごっこしましょう的な、まあ、イベントだと思ってるんですけども、基本的にね。なんですけども、まあ、パワーズブレイバーはいいわ。パワーズブレイバーはいいんだけど、でパワーズブレイバーで、まあ、滝光装備されます。で神と滝光装備されますと。はい。でまあ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 、まあ、この辺はね、まあ、いつも通りの動きといったところで、パワー2ブレイバードラゴンの効果で、妖刀を墓地に送りながら表示景色変更すると、妖刀竹光の効果によって竹光カードがサーチできる。でここがネロ竹光、まあ、ドローカードですね。これまずこれまずね、これが使えること。はい、終わってる。あ、ちなみにメインフェーズスキップするって効果なんだけど、防衛竹光は。はい、まあこれちょっとまた今度動画にするんですけど、ね、竹光カード、竹光デッキか。結構ディアビレスターの影響が強くなってるんだけどさ。まずメインフェーズ1スキップできる。まあ、メインフェーズ1スキップできるだけだったら、まあ、まだ言うてメインフェーズ2があるからさ、バトルフェーズ入って。まだなんとかなるかなといったところで。で、これ相手トラップトラックとかよくわからんカード発動されまして、パワーツールブレイバードラゴンが爆破され、これな。覇者の一括ね。これなんで使える、なんでこのコンボできちゃうの。なんか端末世界ターミナルワールドは禁止になってたんですよ。覇者の一括が禁止になってなくて、ね、甘い。甘い。ターンスキップエアップと言わざるを得ない。これはいや、そのやるんだったら端末世界も覇者の一括もちゃんと禁止にすべきだと思うし、バトルフェーズできないっていうカードを禁止しないと意味ないから。これできちゃうからおかしいじゃん、絶対に。いやだってさ、甘くない、マジでこの考え。なんか端末世界は禁止にしときました、いいでしょみたいな。いや、バトルフェーズできない覇者の一括あったら意味ないけどみたいな。あまりにもね、このね、ターンスキップ界隈がちょっと、何、エアップすぎてちょっとびっくりしたんだけど。俺はちなみにこれ、このデッキと対戦初めて当たった時、いや、なんで使えんだよって思ったけど、まあ、使えんだったらそれは使うのがデュエリストだから、デュエリストは悪くない。使えることが悪いから。